はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。サーです。マリーのアトリエですね。多分最終回になるのかな。よろしくお願いします。あ、そっかそっか。二つ、データ作ったんだっけ。ロードしたよ。さあ、ゲームを始めよう。マリーのアトリエの、結構好きなところなんですよね。わざわざマリーがね、一緒に、始めようみたいな感じに言ってくれるのがね、結構嬉しいんですよね。ダメかな、怪しい虫怪しい虫もね、もう見納めになるかもしれないんで、もう物はないんだよね。あ、じゃあ最後冒険者解雇とかもしておこうか。別れてもいい？あ、ちょっと待って、剣、すげえ剣持ってんだっけ。すげえ剣すら持たせていないと。すげえ剣はあれか、ミュウに持たせっぱなしなのか。で、グラセン鋼の杖だけ返してもらって、あ、革の鎧じゃないんだね。これで解雇のイベントだけ、イベントってことじゃないけど見ましょうか。どこか行くときはまた呼んでくれよな。酒場にいるからさ。ルーウェンってさ、マントしてないの？なんか マントとかしてるようなイメージだったんですけど、あの額当てかっこいいね。あれなんて言うんだっけ、なんか名前があるんだよね。別れてもいい？普通に鉢巻きとかそういう意味っていうか、読みでいいんだったっけな。私もちょうど自分の研究を進めようと思っていたんです。忙しい身ですからね。まあこう見ると別にこの5年間っていうのはあんまり関係ないんですかね。ずっと魔法学校に残って研究するっていう選択もあるのかな。特にその卒業、あ、でも一旦は卒業するのかな。進学とかはねしないと思うんだけど、先生にはならずにずっと学校で研究するっていう人もいるんですかね。でも大体やっぱね、秀才奇才は魔法学院とかね、学校を飛び出していっちゃうような印象ですけどね、こういう世界だと。はい、じゃあ前置きもほどほどに。どうしようかな。ごめんね、こうスルスルっといっちゃうんだ。じゃあギリギリまで休めるかな。あ、いけますね。大丈夫、開幕まだ3分なんだけど、どれくらいエンディング見せてくれるか、そこも問題ですよ。じゃあ行ってみようか。あ、自分でボタン押さないといけないんだ。お、明日は結果発表ね。大丈夫、私の5年間は無駄じゃなかったよ、きっと。あの、こうやってね、マリーのいいところってこうやって結構すごく前向きなところなんですよね。これすごくね、好きだと思う。そして、一日は過ぎた。来たわね、マルローネ。オットワイズじゃないですよね。ってことは、この人先生じゃないのかな？それとも、本気を出すっていうか、なんか力を発動させたときに、黄金になるのかな？蛇王心眼的な感じなのかな？マルローネ、あなた、町であなたが何て言われているか知っているかしら。やべえ、俺あの名声下がらないと思ったんだけど、下がっちゃった？いいえ、突撃隊長、火の玉マリ。そうそう、爆弾娘なんてのもあったわね。おめでとうございます、マリさん、ボンバーガール就任おめでとうございます。町の救世主にしてはひどい言われよね。どれのことだ。あの唐の最上階にいたあの、魔王みたいなやつかな。あれは確かにぶっ飛ばしたけどね、爆弾で。でもまああなたの普段のガサツな行いを見ていると
無理もないわね。そんなに私ってひどいのかな。ねえ、シュアルベ戦でもね、もう火の玉ガール満世代でしたからね。試験は一応合格にしました。5年間よく頑張ったわね。おめでとうございます。いやね、幾多のね、数多の敵をぶっ飛ばした甲斐がありましたね。それからね、アカデミーがあなたの肖像画を用意することにしたのよ。どうしようもない暴れん坊でも一応町を救ったのは事実ですからね。嬉しいでしょ。ちょっと複雑な気分。なんだろう、いいことなんだけど、この、ま、町を救った感がねないですよね。みんなからさ、その時に称賛されるわけじゃないじゃないですかね。魔王を倒しました、万歳って、やったぜマリー、すごいぞマリー、さすがだマリーとか、そういうのは全然ないじゃないですか。誰も何にも言わなかったじゃん当時。でもね、ずっとあなたを見ていて感じたの。あなたの進む道はもっと別のところにあるんじゃないかって。もっと才能を発揮できる道が他にあるんじゃないかって。もしかしたら。いや、こんだけね暴れ回ってね、他に才能を発揮できるって、あなたがアカデミーの生徒だっていうこと自体がそもそも間違いだったのかもしれないわね。そんなこと言わないであげてよね。マリーもね、錬金術は大好きだって言ってるんだから。こう俺に言ってんの、ちょっと待ってねって。読み込んでるから大丈夫かな。おお、錬金術を目指して田舎からやってきた一人の少女がいました。え、あ、地元じゃないんだ。少女の名はマルローネ。おてんばでそそっかしいその性格は、いつしか彼女を錬金術師ではなく戦士や冒険者と呼ばれるものへと変えてしまいました。魔人を騙し町を救ったマルローネ、この後も彼女はずっと騒動を起こし続けますが、それは別の物語。町中を騒がせ続けた少女マルローネの、これは一つの、え、なんだこれ、なんとか待つなのです。遅れかな、フットケアあるじゃん後で。え、何待つって言うんだろうこれ。結末のケツじゃないもんね全然。はい、ありがとうございます。8分大丈夫かな。はい、池澤春菜さんありがとうございます。すごいいい声でね、楽しませていただきました。あと誰だ。このカードいいですね、タロットカードみたいなやつ。マルローネのこのパッケージとかでもさ、上しか見えないんですよ、あの裏のパッケージとかも。こういう風になってたんだ。あ、やっぱ小屋さんあれかな、あのなんだっけ、どこだっけ、あのシュアルベかな。まあ、こう見ると豪華声優陣の使い回しがすごいですね。やっぱりこうマルローネの足の部分、腰から下とかね、分かんなかったんですけど、いいですね。こういうなんだろう、レッグウォーマーみたいなやつ好きなんですよね。ね、スパッツ好きにはたまらない感じもいいんじゃないですか。こう見るとさ、結構スタイルね、SD のキャラしかさ操ってないんであれだったんですけど、すごいスタイルもいいですよね。スタイルがいいっていうか、頭身が結構長いですよね。いい意味で結構年いっている感じがしますよね。あれだけなんか身長があるとさ。エンディングは結構あっさりしている感じかな。これ以降のエピローグはないのかな。そうすると名声値はもっとガンガン落として、大丈夫そう、これシアがいるってことにしてくれてるのかな。見たことない顔のやつは、ぷよぷよってあんなに可愛かったんだ。ぷよぷよじゃねえや、ぷにぷに。
先生のさ、あれ、あ、先生の上にいるメガネの人は、あ、親父か、酒場の親父か。ミュウの隣にいる子が分かんないですね。で、あと左の方にいるフレアちゃんの右上のあの若い子はもしかしてあれかな、王子様かな。こう見るとやっぱシアはなんだろう、魔法使いっていうよりはなんかやっぱお手伝いさんとかね、メイドさんとか、まあいいところのね、お嬢様みたいな感じがしますよね。酒場の親父の隣はあれがシュワルベですかね。ターバンが外れてるけど、読み込んでいる？大丈夫かな？あ、来ましたね。動きとしてはどういう風になんだ？あ、まあ、オープニングに戻る感じが。はい、ありがとうございます。あの、エンディングも、あ、おまけ。なんだおまけって。美術館、音楽堂、中央劇場、遊戯場。ちょっと見てみようか。マリーのアトリエ、美術館。あ、はいはいはい、あ、表情もかわいい。やっぱ洋服ね、変わってた。あー、すげえかわいい。俺の中では大丈夫だよ。俺視野はね、あの元気に、元気っていうか、ね、病弱ながら元気。でも待って、19歳、これさ、どの時点で19歳なんですかね。説明書に書いてあったかな。よいしょ。一番最初のね、年齢がもし19歳だったら5年、だからまあ24歳くらいにはなっているのかなと思うんだけど、もともとマリー、あ、マリーの説明自体がそんなにないか。何歳の女の子とかそういうのはちょっと書いてないかもしれないな。キャラクターも特に、むしろマルローネのね、立ち絵とかがあると、あ、ないですね。この BGM やめてもらっていいですか、イングリッド先生。あー、キャラ固有でね、音楽あったんですね。全然こんな顔してたっけ、こんな顔、こんなキリッとしてたっけ。丸ボタン押すとさ、ブーブーってなんだけど、なんだろう。かわいいね、ミュウ。ミュウはぶっちぎりのかわいさじゃないですか。シアもね、負けてないですけど。お、親父。親父、名前ないんだ。あ、こんな顔してないですよ。あ、髪が生えた、あの、ロンゲ親父がない。ごめん、間違えてた。ちょっと戻ろうか。ちょっと、あ、これか、これ LR でね、あ、 LR で表情が変わるんだけど、あ、意味ないですね。あ、 L2R2 でも変わるけどこう、あ、危ねえな。あ、酒場の親父、ありがとうございます。いつもお世話になりました。ちょっと、あの、最後のね、イラストだと、ちょっと体型が若干違っていたような気がしますが。フレアちゃんも可愛いね。ねえ、おじさんも一人で飲むことが多いからね。やっぱ目の保養にはなるよね。お、じじい。そちらのね、妖精さんには大変、あの、お世話になりまして、本当にありがとうございます。あとで、あの、追加のね、料金とかの納めさせていただきますので。あ、この人アウラさんって言うんだ。魔法学校のね、アカデミーの売店のお姉さんとかそういう名前じゃないんだね。あ、で終わりですか。え、終わりっておかしくね。有効度がある程度いってないと仲間のそのプロフィールとして出てこないのかな。そしたら他のところも行ってみようか。音楽堂は全部 BGM 集かな。マリーのアトリエ、音楽堂。多分そうだよね。こ
これおまけ、おまけ画面のおまけじゃないよね。いやー、やっぱりあれですね、冒険の冒険者というエンディングがあって、あってよかったなっていうのがねありましたけどね。実際エンディング、エンディング2を見る、これはあれか、あのどこだ、イングリッド先生との会話じゃなくて、あのエピローグみたいな文面がつらつら並ぶやつですね。エンディング2ということで、あのありがとうございます。改めてこれ何ですかね、あの魔王を倒すことで発生するんですかね。他の例えば竜をやっつけるとか、あのストロデルの滝の、ね、ストーム野郎をぶっ倒さなくてもこのエンディングに飛んでいくのかな。多分シアを助けてあげるとまたそのエンディングに行ったり、あれかな、もう今ね言うけど賢者の石だっけ、あれを作れるようになるとまた別のエンディングに行ったりするのかな。ごめん、ちょっとエンディング どのボタンを押しても飛ばせないんだけど。そしたら最後に、あーここまで行っちゃう。じゃあもう喋るか、もう一回ありがとうございます。本当に前々からね気になっていたもののゲームだったんで、ただ思っていたものとはかなり違ったかなと、まあ、一番最初に話したんだけど、このゲームね俺エロゲーだと思ってたんで、ずっと女の子が出てきてシリーズものがずっと続いているもので、パソコンでも出てるっていうのだと、もともとはエロゲーで、そのエロを省いたものが、まあ、プレイステーションとかセガサタンとかそういうのに移植されているのかななんて思っていたんですけども、全然そんなことは多分ないんでしょ、おそらくそういう要素を全く見えなかったしね。まあでもこの第1作が面白いからこそね、面白かったからこそ、ね、2作目3作目とで、今 PS4 まで、あのツイッターとかでもね今広告出ましたよ、だ誰かのアトリエ、メルルだったかな、でね、またあの他のやつもねぜひやってくださいっていうコメントもねいただきましてありがとうございます。気になってるのはもうちょっと PS2 がね、あの PS2 の破壊が怖いんでちょっとあれなんですけど、 PS3 のやつか、もしくは次の続編ですよね、マリーの次のエリーがちょっと見てみたいね、面白いかなと思うんですけれども、まあ1から2にどれだけね変わってるかっていうのも気になるしね。だいたいね1で成功、2でこけて、3であの本気出して取り返すみたいなことがよくあると思うんですけど、ここまで見せるってことはあれかな、やっぱり、あ飛ばせた、ここの立ち、ここの立ち絵はみんな変わんないかな、ここで変わるとね、いいですけどね、このキャラクターがいるとかいないとかあると、視野がねどうなって本当に語られないからね、これ以外は。マリーのアトリエ遊技場、やめてくれ、目指せリンゴゲームとかね、マジでクソムズでしたからね。最後やろうか、じゃあリンゴゲームと金の酒ゲーム置いといて、 OK、 じゃあそしたら始まらないっていうか、あんまり意味がないかもしれないけど、名声値をね落とせるだけ落として、説教をもし食らうエンディングがあればそれちょっとやってみようかなと思います。今の感じだとちょっとダメっぽいかもしれないけどね、その魔王をねぶっ飛ばしちゃってるんで、どうしても痛い目に遭いたくないのならわしを選ぶのが一番だな。別れてもいい？これさ、このジジイが使えるようになったんですけど、これはどういうことですか？私もクーゲルが仲間になっちゃったんだけど、え？何？
私は別に構わないが、世の中には物好きもいるのね。おかしい。なんでだ。別れてもいい？どこか行くときはまた呼んでくれよな。いや、確かにね、仲間にできるときはあったんですけど、何、名声値がマックス状態まで行くとダメになっちゃうとか、そういうのもあるのかな。名声があればあるほどいいっていうわけではないのか、それともこう都合がいいとか都合が悪い時っていうのがあるんですかね。となっちゃうとちょっとまた、まあ先導だけですけどね。後陣の剣、長槍、長槍かな。特に変わりはないですね。じゃあせっかくなんで戦います。名声値は別に落としたところで何もねならないでしょうし、正体不明の女騎士様、何、小バラ、違うな、赤バラ、紅バラかな、紅バラのキリーと言われているらしい。騎士を引退して冒険者をしている。剣の腕はかなりのもの、ただし槍を使うっていう感じか。外に行こう。じゃあちょっと戦ってみます。実はね、魔王とかがもう一回出てくるんじゃないかと期待してね、結構来ようかと思ったんですけど、あ、レベルとか見てなかったな。じゃあ攻撃から。足を舐めるなよ。お、結構声が違いますね、喋ってる時と。やっ、あ、いいですね、女剣士様。結局はでも剣タイプと槍タイプと、まあ、この杖タイプにっていうキャラクターだけだったのが必殺。もう一回いこうか。攻撃力はまあそれなりですか。うん、ちょっとジジイの足が結構遅いんですけど、そうだね、そうすると必殺を使ってみようか。もうマリー無双だからな、下手に攻撃するとゲームが終わってしまうんだね。お、暗黒騎士タイプ、魔法剣士なんだ。あ、かっこいいですね。さすがウニ投げるね。銀髪の女とは違いますね。あ、やりタイプ、あ、基本的に同じは同じなんだね、やることは。そこよ。いや、でもやっぱ見栄えの、ね、点が随分違いますね。キリーさんかっこいいね。もっと使ってあげればよかったのかな。あ、でも剣タイプあれか、あの一番最初のね、あのさっき言った男の子、や、彼はね、自分をねパワーアップだったからちょっと違ったのかな。足を舐めるな。そうなると、あ、キャンプでステータス見れるか。レベルは13、14。 あ、圧倒的に素早さが遅いのか。なるほどね、ありがとうございます。そしたら、まあ、行けるところまで行ってみようか。どうせ多分クーゲルさんとキリさんは途中で吹き飛ばされると思うんだけど。いけー、いやー強くなったな、マリーも本当に。あ、やっぱ最上階の魔王はいなくなったんだね。別にこいつらが、ね、彼が何をしたっていうことは多分ないと思うんですけれども、うん、冒険をしたからといって名声値が上がることはないですね。よかったよかった。じゃあせっかくなんで別れの挨拶だけもやっておきましょうか。ありがとうございますね。このおまけパートだけでもちょっと仲良くなれたのがよかったですね。別れてもいい？そうか、多分彼女は彼女、彼は彼でこういうのイベントがあったんだろうな。ある程度有効度を貯めるとそういうのが起こったのかもしれないですね。そうか。あのさ、酒場の親父と同じじゃないですか。これで眼鏡かけたらもう酒場の親父じゃないですか。ていうかさ、こういう鎧ってさ、自前なのかな。まあハレッシュとかもそうだけど、みんなその
ね、騎士の時に着ていたものだと思うんですけど、随分立派なものだから、あの持ち帰っていいんですかね。カラーリングとかをちょっと変えれば OK っていうことになるのかな。じゃあ改めて名声値を落としていこうか。外に行こうかな。今月でいよいよ試験も終わりか。長いより短かった気もする。あれ、説明こんなんだったっけ。ああ、もともとなかったのか。今月で終わりかっていうのすら今まで飛ばしてたから、ああ見たこともない怪しい虫が。もう一切錬金とかしてなくて、あ、一回ねお掃除してもらったんですけれども、何にもしなくてもやっぱ散らかるんですね。休んでた。ただね、いい加減で自堕落な生活をしていただけなんだけど、それでも汚れるのね、不思議なことに。で、結構ね、落としてもう落としたんですけど、まだこれしかね落とせてないんですよ。もう毎週飛翔艇に行っちゃ引き受けて、速攻で断って、行っちゃ引き受けて断ってっていうのをずっと繰り返していたんですけれども、でね、何度断ってもね、こうやってね来てくれるんですよ。やっぱ有効度ってそれだけ大事なんだなっていうのがね、ひしひしと伝わりましたね。さて、もうこれ以上の仕事はもうできなく、引き受けね、られなくなってしまったんですけれども、そしたらどうしようかな。時間的には余裕あるのかないのか分かんないけど、そしたらね、じゃあもう一個ちょっと今気になったことちょっとやりましょうか。一応これ持っといて、でもあと7日ぐらいしかないじゃないですか、日付が。この時にお出かけしているとどうなるのかなっていうのをちょっと試してみましょうか。一応お城とか行っとく。この先は越見室だ。ねえ、こちとら英雄ぞ、エンディング見た限り。どこに行こうかな。行けなくなってる。ってことは強制送還されるんですかね。まあせっかくなんでちょっと行ってみましょうか。行ったらもう終わりだよね。さて、いろいろ探すものも、あ、勝手に帰りますね。あ、この辺しっかりしてるんだ。明日は結果発表ね。大丈夫、私の5年間は無駄じゃなかったよ。ちょっとこの1年間はね、無駄に過ごしたんですけど、1年間じゃないか、これ半年無駄に過ごしたけど、この無駄に過ごした無駄な時間が無駄だったかもしれない。来たわね、はい、アルローネ。これじゃ変わんないかな。せいぜいだって名声値が700近くだったもんね。マルローネ、あなた、街であなたが何て言われているか知ってる。なんかね、カジノとかがあったらね、そういうところでね、お金吸ってひどい、ね、借金生活とかができたんですけど。あー、一緒か。この辺は多分、あー、魔人を倒したから。魔人を倒した。どうしようもない。ね、魔人を倒したっていう描写がもうちょっとあったらよかったですね。じゃあ、アルのマリナアトリエは、まあ、この武人エンドということ、冒険者エンド、何をね、どうあがいても冒険者っていうエンドでしたけれどもね、皆様はどうでしたかね。もしあのプレイしたことがある方は、でもね、これ以外、あ、まあ、あの落第エンドはね、できると思うんだけど、それ以外のエンディングって他にあったんですかね。あったっていうか、その初見でこれ以外のエンディングに迎えた方っていたんですかね。まあ、ね、うまいことそのオッドワイズマジシャンとね、仲良くなって、もっとね、いいエンディング迎えた人もね、ちょっといると思うんだけど、エンディングっていくつぐらいあるんですかね。1つ、2つ、3つ、5つぐらいあるといいですね。そうするとRが予想し得ない
エンディング、秀才エンドと普通のエンドとかもあってもよかったですかね。その知識量が全く足りないけど、まあ卒業でもいいかなみたいな。実際のね、続編はきっとね、大賢者となったマリーはきっと出てきてくれるんでしょ、まさかでもなんか冒険者でもね、この性格上冒険者でも全然差し支えない気がしますけれどもね。はい、特にあ、最後あれか、おまけのミニゲーム俺が苦しみながらやって終わりにしようか。マリンのアトリエ遊技場、そういえばね、あるはこの3つしか取れてませんでしたけれども、もうあと3つくらいあるんですかね。ネズミゲームはね簡単だったけど、リンゴと酒ゲームは本当に鬼畜の所業だったからな。これ何すんだっけ、クマが寝るまで待てばいいんだっけそうやでもこれ超絶難しい、本当ね、このゲームをやるためだけに買った方がいいですよ。これクソ難しいですよ本当に。触って、ああそうかさ、復活してるんだっけ。いやでもね本当にありがとうございます。パート大体ちょうど20くらいかな、すごくね楽しめちゃった。ちょっと近づいてくるの本当にやめてもらっていいかな、ここまでね。触ったら即死なのにさ、そのエンディングはちょっと鬼畜すぎるんじゃないですか。あ、やっぱ抜けられないんだここ。ダメですね、このダメなゲームですね本当に。間に合うかな、あ間に合わない。どこがいつぎ、時間は、まあ、それなりにあるっちゃあるのか。ここでね、下にクッとくるからね、まあ、次のねマリーのアトリエまたねいつやるか。あ見つけた、あ6分の1だったのか。えってことは結構初めてやった時は運が悪かったですね。これも相当難しい、でも一番難しいのはリンゴゲームですね。急に強い北高い風が吹くわけないんだよな。四角、うん？まるで全身四角だっけ？四角か。ちょっと待ってこれ、あ長押し。四角ボタンはね長押しで一生飛んでますね。これはね、右手と左手使った方がいいですね。これは難しいよな。これがやっぱ一番難しいんじゃないですかね。でもあれかな、やっぱ反射神経を鍛える早すぎるんだよな。これもう一回チャレンジしてもいいかな。もし連射器とか使ったらどれだけこのマリーがね早いのかっていうのをちょっと知って。早いんだよ、風吹かないでもらっていいですか。あスタートボタン押すとキャンセルになっちゃうのか。ちょっと連射器使ってみようか、本気の。俺は本気じゃないけど。よし、これで大丈夫かな。多分丸ボタンを今連射モードにしているはずなので、これでいけるかな。あすごい、今の一瞬でも今連射がね発生しましたね。もうえっ、あこのゲームね、連射防止システムが備わっている。わっ、クソゲーうわこのゲームマジで正気じゃねえんだけど。え、ちょっと待って、この連射モードをね3段階あるんですけど、 2段階目にしてみようか。あ2段階目だとね許されてる。うわこれね、もしかしたら昔の連射機だったら許されてないのかもしれないですね。うわーこのゲーム考えてあるね。なんて性格悪いの、この何不正をとことん許さないとんでもねえゲームだな。いや、あ使ってよかった連射器。でも初見で使わなくてもよかった。あやっぱねこう連射
しながらね、四角だとどうしてもね集中力がそがれるんだけど、これ長押しでね、いい、もうジャンプだけに気を使っていられる分飛ぶのも楽ですね。いやーこれね、考えやがったな。さすが、さすがですよ。いやでも絶対ね、いたでしょ、だって、あ、そうかそうか、3個か。はい、いいものが見れましたね。まあこう見るとそんなに思ったよりも早いようには、あーでも、あー、ある程度のスピードでしか進ませてはくれないんだね、こう見ると。あ、でもね、このスピードでやってもね、俺の右腕はね、早い段階でやっぱ死滅するので。これが、あ、大体このスピードが限界なんですね。秒速いくつみたいなので行っちゃうんだよね、これこれ、あ、これね、長押ししすぎるとその認識になっちゃうんで、3段階すげえ速い連射でも押して離してすれば、あの不正を回避できますね。でもそうするとね、ちょっと なぜか俺ジャンプを押しちゃうっていう癖が出てるんで、あー、ダメですね。優しく押せば、あー、ダメだな。連打、こう中途半端に連打しながらだとね、俺避けられねえや、なぜか。慣れかな。あー、これの方が長押しよりはいいですかね。ここからやると、行かない、行く どこから連射しても、あの不正が発覚すると終わってしまうと。ああ、よく考えられてるね、二度とこんなゲームはね絶対作らないでください。こう不正がバレるようなシステムだとはね、夢にも思いませんでした。本当に面白いゲームをね、ありがとうございます。他にもね、ミニゲームがあったのかな。隠しコマンドとかでね、すぐ見られるとよかったと思うんですけどね。はい、じゃあまたね、次の、多分どっちか PS3 かこのね続編か、どっちかは多分ねやろうかなとは思うんですけれども、まあまたその時になったらよろしくお願いします。じゃあ長らくのねご視聴お疲れ様でした。ありがとうございます。